兄さんはいよいよ東京の本部隊へ乗り出すわけだな。飛行士を3時間程度は大したもんだからな。開けが決まったら後へ下がってください。下がってください。下がってください。 ごめんあそばせ。
したもんだな。噂は金がね聞いてな。まだかな。姉さん、お母さんが呼んでるよ。純之助さんが来てんじゃないか。嫌よ、つまんない。何だそれ。また香織さんの写真か。姉さんはなぜあんな人が羨ましいの。あんたなんかの知ったことじゃないわ。それで洋服でも着た日にゃ、お母さん泣いちゃうぜ。あんたやお母さんには時勢の移り変わりってのわからないのよ。文明開化の風邪吹くか。しかしだ、もしも文明開化ってものなんだね、いたずらに派手な洋服を着てダンスをしたり、偉人どものご機嫌を取るだけだったら、およそ文明改革と呪うべきものはないじゃない。でも、そうでしょう。私には難しい理屈は分かりませんけれど、この頃のように、一にもせよ、二にもせよではね。そうですか。第一、何のためにあんな鹿鳴館なんてこしらえたんだか。あれはただ、紳士だとか淑女だとか言われたい連中が、偉人どものご機嫌取りにダンスをしたり、バザーを開いたり。そんなことをしてだんだん日本を西洋かぶれにしていく、ただそれだけじゃないか。さあ、それは少し違いやしないかな。どうして。現在の日本の欧化政策というものだね、決して日本を西洋かぶれにするためのものじゃないと僕は思う。現在日本は200年の鎖国の夢から覚めて、一日も早く東洋の、いや世界の日本にならなきゃならないと。そのためには鎖国のために遅れていた文物制度を一日も早く世界的水準に高めて、安政条約以来の領事裁判権などもこの際断然撤廃しなきゃならないし、関税問題だって断然改革しなきゃならない。欧化政策はそのための手段だ。だから現在の隠忍は将来の飛躍を約束するもんだと僕は思う。10年後、20年、50年後、必ず日本が世界一する時が来る。まあ、例えば今日の香織さんだ。君が青森へ赴任した頃にはあんなにしとやかだった人があんなに変わったなんて、君は一体どう思う。いや、香織さんを例にとったのは僕が悪かったかもしれない。そんなことはないぞ。ああいう連中のああいう生活も確かに現在の日本の一つの姿には違いないんだ。しかし日本そのものはだね、ああいう連中の生活に変わって、むしろその生活を踏み越えたくましく堂々と進んでいきつつあると僕は信じた。だからといってこの現状がいいとは言えない。うちの道場なんかも随分いろんな連中が通ってくるが、彼らのほとんどことごとくがこの現状に憤慨してるんだぜ。例えば毎晩町の次に立って喧嘩を売っている法律書生にしてもそうだ。世論をば引き起こすべき再度の条約を早く進めよう。国のため一貫制度の花を咲こう。国民団結一致にて早くその身を進まんと大魚金在来。国民団結一致で早くその身を進まと大挙近代来。ところで諸君は野毛の山から野毛という歌を知っとるだろう。横浜の偉人館で偉人の兵隊が長連をしとるというあの歌だ。あんなけしからん歌を歌っちゃいかんぞ。歌うならよろしくこの海上節や近代節を歌え。いいか諸君、そもそも横浜の異人館の兵隊とはイギリスの駐屯兵のことだ。横浜ばかりじゃない、神戸にもイギリスの駐屯兵はいる。なぜ英国は日本に駐屯兵を置くか、つまりは我が日本を列島国だなどって武力を持って脅かさんがためだ。イギリスの議会である議員は、今の日本に駐屯兵を置く必要ありやと質問したのに対して、
イギリスの外務大臣は何と答えたと思う。要は今なお日本に対して武力の有効なるは真実。諸君、諸君はこの言葉を何と考えるか。すなわち日本の武力、日本の国力を甘く見て明らかに軽蔑している言葉だぞ。これ以上の武力があると思うか。諸君、それに何ぞや近頃の世界の風潮はいつにもせよ、見にもせよだ。そんなことでいいと思うか諸君。どうだ諸君。おい、おい、何だ、どうしたんだ。いや、鈴間の決闘がお城さんと来てんだ。本当にいけつかない平助さんだよ。ねえ、すいません、今晩もおしまいなんですから。おお、ご覧なさい、当たりました。おお、何しますか、あなた。時間だって言ってるじゃありませんかよ。規則なんですよ。わからないのね、こんなの。規則、うん、それ日本の規則、構いません、よろしいです。そっちはよろしくてもね、こっちはよろしくないんですよ。あたしたちもっとね。はい、ほら、おしのさん、行きましょう、帰りましょう。いいんだ、私一人で。ねえ、話して話して。この人はしつこいね、本当に。おお、何しますか。おやすみなさい、やめないとったら逃げますの。おお、ジャッジ。おいつまだよ。おいおいおい、早く来い。あ、そうなってんだ。おお、おい、青木、あれだ。偉人どもののさばり方というものは実に言語道断だと思うんです。例えばその馬で祭りを見物に来たやつにしたってそうです。でも兄さん、デヒロさんだってそれをいいとはおっしゃらないんでしょ。それはそうだ。しかしだからデヒシエはいつも昔から聖一郎君でいきだからの。しかしお前、もしも誠一郎君があんな西洋かぐれのしたカオルさんをあのままで許しておくとしたら、それだけでも兄さんは誠一郎君を軽蔑するぞ。だってそれは仕方ありませんか。まだ奥様じゃないんですもん。じゃあお前はあんな愛の子みたいな女を誠一郎君に勧めるのか。それとこれとは違うことよ。いや、いや、もういい、もういいじゃないか。じゃあそろそろ寝るとするか。功名他日行なるの後才ならず不和不ならず既読の七絶だ。どうだ淳之介、わかるか。
それにシュガー入れます。えシュガー、お砂糖です。あ、お砂糖、そうです。いやいや、このお茶うまい。はい、またキチビン、キチビンです。あ、そのキチビン、ノー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 、そのお湯の味にキチビン、キチビン、そうです、これキチビン、キチビンです。何を笑うの、失礼ね。それにミルクと卵を入れて、それだけでよろしいんですの。よろしいです。いや、君も知っての通り、イギリスの外交というのは実に老快でな、シナにアヘン戦争を起こさせたのもそれなんだ。明治5年に改正されるべきはずの安政条約が今はそのためなんだよ。実にどのようなけしからの話だ。しかし日本の法制作が条約改正手段の一部としてもおのずから限度があるべきじゃないでしょうか。どう無能さ。それについて実は今度帰ってみて驚いたんです。ことにそれが民間に誤り伝えられた場合には、あなた、お馬車の酔いができておりますか。そうか、カールはどうしたの。あの、今ちょっと仕様のないやつだな。じゃあ、清少君、まあ、ゆっくりしてきたわい。では、ちょっと失礼。だって私お料理のお時間だったんですもの。そんなことじゃないんです。じゃあ何ね、その代わり私いいことを約束いたしますわ。今度の土曜日、俊江さんや新次郎さんをお誘いして。でも今は申し上げませんわ。楽しみはしまっておくほど増えるって申しますから。カオルさん、え、失礼します。あら、どうなったの。ねえ、まだよろしいじゃございませんの。ねえ、誠一郎さん、ねえ。おかげですっかりいい気持ちになりました。ありがとうございます。いや、なかなか鋭い達者だ。少しも鈍っておらんの。ええ、おじさんが加減してくださったからです。なに、加減なんとするもんか。あなたは昔とちっとも変わりませんな。だって、変わりようがありませんもの。いや、
わしが急兵じゃからの。いや、女の人はあなたみたいにしてるのが一番いい。そうでしょうか。でも、カオルさんのようなお方だって。ああいう人は今の世の中にありすぎます。松島の娘、だいぶ昨今跳ね回っておるそうじゃないか。どうしたの？いやいや。お、来てたのか。うん、お帰りなさい。ただいま。どうした？青木たちの消息いくらか分かったかな？全然分かりませんが。そうか。メイク、うちの門弟が二人イギリス人をやっつけて、その結果イギリスの領事館に引き渡されたんだろうな。あ、そのことならさっきおじさんから伺った。じゃあ聞くが、我が国にいる偉人どもがたとえどんな悪事を働いても日本人にはそれを裁く権利がないばかりか、という偉人どもをやっつけた日本人までがキャツラの領事裁判を受けなければな。そんな不法な話ってないと思うんだろうな。うん、それなんです。それが安政条約以来がんになってる、つまり違い法権ってやつだな。じゃあ今のところどうにもならんというの？そうなんだ。全然。しかし今度の場合なんかだね、その動機が明らかに偉人どもの不法に原因してるんだし。でもその条約が改正されない以上は。じゃあどうだろう、この際だから一つイギリス領事館に掛け合ってもらえんだろうかね。そうなると個人としての問題を超えて、むしろ国家と国家との問題になる。いわばそれが今度の条約改正の問題の中の大きな条項の一つでもあるんだから。それならなおさら結構じゃないか。いや、そう一概にはいかんよ。物には順序というものがあるんだ。我々が小さく動く以上に、僕が現在その交渉を始めてる時なんだから。しかし君。いや、この際姑息な手段は慎むべきだよ。何？姑息だというのか君は。兄さん。うるさい。偉人どもの不法なじって、その不当な監禁から日本人を奪い返すのは何が姑息なんだ。そのことを言うんじゃないよ。吉信は交渉次第でその人たちが救えるにしても、もしそのために国家としての大きな交渉が停頓するようなことになったらどうするんだ。そんな無法な。イギリスという国はそういう国なんだよ。そんなバカな。いや、多くの実例があるんだ。バカだ。陣之助。誰か来たわ。おい、君だ。遠慮はいらん。思い切って撃ってきたまえ。ポンポン。
そうだ。うん、なかなか皮肉じゃの。これはだいぶ耳抜いたやらにでも多かろうの知恵。お茶、お茶、お茶、はい、お茶でございます。はい、どうもお待ちどうさまでございます。先生。おお、おお、いつ、いろいろご心配おかけしたそうで。いつ出てきたんだっけ。あ、もう夕方です。早速私へ伺いましたらば、女子のばあさんがここだと思って。そうか、しかしまあよかった。ああ、よかった。で、青木君は、ああ、その役の方がいいと思う。それは少し対外的じゃないか。いえ、それにこの手紙にもあるようにおふくろも病気だと言ってます。だからそのために帰るのがいいか。それをとやかく言うんじゃない。ただこのまま引っ込んでしまって二度と東京へ出てこないというその気持ちを言うの。いえ先生、あいつが来たんです。このような東京にいることが不愉快になったんです。なるほど。君の言う通り、現在の東京はいたずらに異人どもが徴領しているし、何事も西洋西洋で不愉快かもしれない。しかし現状を叩き直し、本当に立派な日本の姿に引き戻すのは、なんといっても青年の力以外にはない。そして取りも直さず、君の力であり、横川君の力であり、僕の力なんだ。おい、どうも。そうですとも。なあ、おき、ここはもう一遍考え直すべきだ。第一、この人に泣きを見せるだけだって罪じゃないか。ねえ、おしめちゃん。君だって、かつては星雲の志を抱いてはるばる四国から出てきたんだろ。こんなことぐらいで心が砕けてどうするんだ。そうだ、断じ志を立てて教官を得ず、学問士ならずんばシストも変えらずだ。ねえ、しっかりして、何のために演歌士にまでなって勉強してきたんだ。おしめちゃん、何とか言えよ。でも、バカにしてみりゃ、欲のことなんでしょうか。うん、それだ、おやおき。今の言った言葉を聞いたら、君を知ること、格のごとしだ。え、この人を置いて田舎へ引っ込むなんて、貴様、それだけで罰が当たるぞ。それに先生が貴様の長い将来のことや、また男としてなさねばならぬことを心配してくださる感じないのか。おやおき。心を翻せ。今からでも遅くはない。待て。ああ、青木君。そうか。じゃあ、とにかく一旦国へ帰って、気が変わったらまた出てくる。いや、先生、それはいけません。貴様それで気がするのか。いつ立つんだ。船の都合で明日の午後は立とうと思う。明日、横浜からだね。それが宿に変わりますが、イギリス船なんです。ノルマントン号船。
船長好きの料理人だそうですが、料理の中に虫が入ったとかで。ひゅーたゴリラビル助けて助けてひゅーたひゅーたなんてひどい嵐になったんだろうね。ほら、ご覧よ。まるでびっくりだよ。ほんと。私もこんなさ。Oh!
船中に突き入れてみるみる沈没すべきありさまなれば、乗組一同を運用したいと騒動し、教官大教官実に目も当てられぬ惨状なり。この時早くも船長ドレイクをはじめ英国人らのみは不当得のバッテーラーに乗り移りて逃れ去り、船に残されし日本人船客25名は故意を限りに救助を叫べる。英国無残な彼らはこれを見捨て死をもってついに助かりし者一人もなく、無残にも船中にありて敵せり。その日本人の生命は東京府西田文道、熊本県山口誠一、高知県青木一蔵。すぐお出かけになりますか。あ、どこぞ出張するのかい。あ、大臣の命令で聞いて。ノルマンドン号の件ですね。何しても日本人選挙が全部出来したってな、大事な感じだからね。うん、そうだ。しかもイギリス人は船長をはじめ船員までほとんど助かったんだからな。で、すぐ出すの。猶予してる場合じゃないだろうな。責任重大だな。場合によっては不採用だ。じゃあ、行ってくる。ああ。お召しになってご覧しませよ。でもそんな、あら、ご遠慮ですから決してなさらないでね。あなた、ルークモンタンとてもよく似合いますよ。本当よ。あげさせていただきます。うん、青木も喜ぶぞ。あげてやってくれ。あ、ちえ、これがおしのさんだ。どうもありがとうございます。青木の霊を弔うて意思を進む。朝鮮新聞の記者になったら、ノルマンドン号の船長が容疑裁判の結果無罪になったって言うんだ。無罪？そうです。日本人全部が溺死したのは言葉が通じなかったからで、船長としては救助の処置に何ら遺憾な点はなかったと抜かすんだそうです。そんなバカな、いかに言葉が通じないからって25人もいるもののただの一人も助かれなかったって方があるか。そうだと思う。そんなことは理屈にもな。うん、その新聞記者もそう言うんだ。大体船長たる者の責任はまず第一に乗客を助け、次に乗組員を作って、しかるのうちに自分が、いや自分は場合によっては責任上船と運命を共にすべきものだって言うんだ。そうだと思う。それが当たり前だ。それにもかかわらず責任も取れずに無駄になったんだ。いや、それが領事者に立つのはいかなる場合でも日本人に対しては過酷に、自国の者に対しては寛容に。
不平等不公平な判決を下すことをもって特権だと心得ている。この間青木は君がやられたんだってそれじゃないか。そうです。本当だ。確かにそうだ。確かにそうだ。だから僕としてはこの際彼らのそうした悪辣な勧誘手段を徹底的にやっつけて正義と人道の前に外職なからしめてやる。それが青木への何よりの供養になる。島町の会社が用意してくれた。ご苦労。千一郎さん、お帰りな
さいませ。ごめんなさい。急遽出かけになってるとお話新次郎さんから伺っておりましたけど。あいつ暇のないやつだな。ご病人ですよ。ええ、あれもノルマントン号遭難者の一人です。あ、考えずに積み込んでくれた。あ、旧年漁師のうちに助けられてたのを探し出してきたんですかね。君にも多少関係のある男だよ。僕？うん。いや、君にというより青木という人に。じゃあ急ぐから失礼するな。いろいろ話があるから今夜でも来てくれた。じゃあ。おついでにお願いいたします。あ、いや、これはご苦労さんですね。じゃあどうぞ。ありがとうございました。あなたもですね。ありがとうございました。私にお預け願えないでしょうか。で、君の家でも。いえ、病院にでも入れて当分静養させてやろうと思うんです。なるほど、それはいいだろう。何しろ今度の事件では上層部の相当に強固な意見も出る。よし、ゼロ真似すんな。マニアはそれが分からんのか。カオルさんがお見えになったんだけどね。待て、お前は必要ない。離して。お前とせ。頭もなしに叱りつけたら兄さんがあるか。静かに話したら分かるものをついて子供扱いにしちゃったな。他にしてくれよ。カオルさんには兄さんからうまく断ったから、もう一度よく考え直してごらん。兄さんは決して無理なことは言ってないつもりだ。みんなお前のためを思うたことなんだからな。トシ。おい、待て。バカ。そんな乱暴なこと。トシ、カオルさんとの交際は今後一切許さんの。わかったな。なりましたの。あら、どうかなされましたの。カオルさん。え、夫人が今晩何かお約束したそうですね。それは僕からお断りします。あら、トシエさんご気分でも。いや、どうも冷やしないです。ただあなた方のなさることが僕の目に余るからです。私たち何かそんなこといたしましたかしら。真面目に考えてください。例えば今度のノルマントン号事件にしても、決してあなた方が考えているのはそんな有事とではないんです。はあ、そのこと、そのことでしたら、あたり本当に遺族の方々がお気の毒だと思ってね。現金を集めるってこと、とっても悪いことじゃないんじゃございません。そのことを言うんじゃないんです。それに対するあなたの態度です。私の態度、はっきり言いましょう。ごめんなさい。あなたにだって反省があるはずです。
しかし今の外貨も結構です。しかし生まれた土地の美しさを忘れて、どこに文明があり外貨があると思うんです。文明外貨は形ではない。日本人として不動の精神の上にこそ初めて開くべきはずのものです。あなたのはただ身を見まねの猿芝居に過ぎんじゃありませんか。まあひどい。ひどいと思いますか。ひどいと感じるのはあなたがあなた自身、日本の女としての自分を見失ってるからなんです。薫さん、もう一度昔のあなたにお帰りなさい。もう一度昔のあなたに帰って。私には私としての生きる道がございます。しかしあなたの生きる道がもし現在のような。私失礼いたします。お待ちください。お父様にはいずれ改めて申し上げますが、あなたと僕との婚約は今日限りにしていただきます。誠一郎。そんなに悲しいんだな。もう大概にして機嫌を直して、お嬢さん、踊らせていただけないでしょ。先生どう、よく寝られたかね。ええ、私夢なの見ました。おお、どんな夢だね。海の上歩いている。海の上なるほどね。先生と一緒でした。そう、青木さんも一緒でした。海の中からドレイク船長を出てきて私を叱ります。私逃げる。先生と青木さん、トレイク船長をやっつける。おお、それは面白い夢だったね。おしのさん、また思い出してるんですね。青木くんの仇は、いや青木くんばかりでなく日本人25人の仇はきっと僕が撃ってあるんだ。いや
僕よりこの重昌君が撃ってくれ。もっと元気を出さなくちゃいけないね。先生、私戦場は怖い。私睨まれる。私何にも言えない。何を言うんだ。君は大事な証人じゃないか。ドレイク以下の船員全部が無罪になったことについては、現在日本の政府からイギリス領事に対して厳重な抗議を申し込んでる。もし君が青木君の親切に感謝するんなら、そんな怖いとか恐ろしいとかということは一切押し切って堂々と証言しなきゃいけないんじゃないか。でも青木先生、いや、それにどうしてこの人が何もかも捨てて君のために尽くしてくれてるか、君にだってそれが分からないはずあるまい。分かります。それよく分かります。だったら君、先生、それは私、初めは青木さんの仇を取ってもらいたい一心でこの人を呼ぶと思い立ちました。でも前に実行してるうちに、私ただ一心にこの人を看病してあげればそれでいい、そんなふうに考えるようになりました。なるほど。私だって青木さんのことを思うとどんなに悔しいか、どんなに残念だったか知らません。でもそのこととこのこととは別に考えなきゃいけない。ねえ先生、私そう思うんですけど。うん、星野さん、それですよ。己を虚しゅうしてこそ初めて親切が本当の親切として考える。それこそ我々日本人が持つ世界に誇りを振る独自の精神です。いや、それでなくちゃいけない。そう、そんな私なんか。先生、星野さん、私間違いでした。私やります。先生、私もドレイク船長も恐れない。やります。きっとやります。よく気がついてくれた。その元気でやってくれてまい。私大丈夫。ドレイク船長もう平気。南京までのやつが日本の手に渡ったということだけで我々は 90% の敗北です。だから君は今度のような失態を演じるのだ。もっと落ち着かなければいかん。しかしかか、事件の裏には常に女がいる。そういう言葉を君は知ってるかね。女が、チャールズ、大丈夫だろうね。君と僕とは同じウスターチェアの出身だね。何の役に立つんだ。いや、ウスター生まれの女はどんな時にも合わせんというのさ。それでやっと落ち着いてきたね。平和は常に混乱の後から来るもんだ。帰国が日本側の手に渡ったのも、いわば我々の興味を一層深くするだけのものさ。そう、気の短い釣り手の針には魚がかからないとも言うからね。悲しい朝の後には必ず楽しい腕が。いや、閣下。安心したまえ。我々はこの事件を君一人の問題として解決しようとしてるんじゃない。見たまえ。イギリス帝国は控えている。よりかか。では、時間だけは十分用意しておきたまえ。はい。
こんばんは。いや。どうぞ。いや、どうも。どうぞ。病人は？ちょうど今時分先。私は今しがたお見舞いに伺いました。ちょうだいに行く。僕の家？はあ。何しに？じゃあご存知ありませんの？ああ。どうしたんです一体？さっき大本さんがお見えになって、あなたは急にご用が終わりなさるって。年上が？ええ、おばあしゃどん迎えにいらっしゃいました。はどこにいる？存じませんわ、そんなこと。年枝だ。君は兄さんや連れてのつもりでしてるんだろう。君のしてることは日本を売ってるんだぞ。いえ、どこへ行った？待て。何をするんです？いえ、言わないか。いえ、いえ。逃げます。お嬢さん、先生どこいますか？横浜。あ、ええ。いや、ありがとう。この人、確かにお渡ししました。ありがとう。どうもありがとう。いいえ、私こそお礼をいたしますわ。これで、ある人への復讐ができたんですもの。
嬢さん、あなたも一緒に横浜へ。私も。あ、私よく。あ、そうそう。計算は最後の一桁まで慎重でなければいかんよ、君。
向こう行け。あ、ここぶしょんで行け。お嬢様。あら、あなた。その後お兄様のご様子は？の領事館に連れて行かれたっきり。それから後のことはまるで。でも今日の裁判にさえ勝てれば兄だってきっと満足しますわ。すいません、元はといえばみんなこの志乃の領地からでございます。あら、そんな、何を言うの志乃さん。誰があなたのせいだなんて思うもんです。すいません、すいません。いいえ、それに俊江さんだってあんなに後悔してるんです。薫さんだって。悪い、悪い、私です。カオル、カオルさん、しっかりして。カオルさん、
ストレイクドームはどんなに決まりましたか。では一応報告しよう。結果は僕と非常に不満なんだが、しかしともかくブレイク以下船員全部禁錮3ヶ月に決まった。3ヶ月？たった3ヶ月ですか。じゃあ1年にも足りないんですか。あんなやつは資金が当然です。しかしそれさえこの人が必死になって証言してくれたからこそなんだ。私力足りませんでした。皆さん許してください。君は十分に言ってくれた。君のどこにあんな勇気が隠れていたのか僕は不思議に思ったぐらい。それよりも僕がこの人に付き添っていきながらこういう結果しか得られなかったということは僕こそ局に申し訳ないと。だが日本の司法官の立ち会いさえ許されてない現代においてわずかこれだけでも領事裁判権の中に食い込めたということはかつて今までにないことだ。でも兄さん、それで淳之介さんたちの裁判がどんなひどいことになるか。そうそう、それです。それが問題です。それについては僕として別に考えてることが。何です。上層部を動かして僕自身立ち会い係官として出廷できるように先方に要求してもらおうと思って。しかし向こうがそれを許すでしょうか。一応は拒否するかもしれない。しかし今日の判決の結果から見ても僕は断然これだけはやらなきゃならんと決心している。ただいま松島様からお使いの方がこれを。おばあさん。何だい。カオルさんが亡くなりました。裁定にあたり、今日のこの審判廷において2つの審例が開かれることを宣言する。その一つは日本の司法省参事官の列席を許可したことであり、さらに一つはこの被告はイギリス人数名を殺傷したる罪状すでに明白なるをもって実際の証拠調べを廃して直ちに判決を下す件である。判決。目には目を盛る、歯には歯を盛る。これはイギリス帝国が支配する限りの法廷における厳然たる不文律である。よって本裁判長はここに被告に対し死刑をする。
裁判長閣下、本職は当審判廷において二つの審理が開かれた先例に基づいて、さらに今一つの審理の付け加えられんことを希望いたします。世界未だかっていずれの国の法廷においても、その被告の罪状につき何らの弁論を許さずしてその刑が決定したという前例を見ません。よってこの際、本職は本職をしてその任に新しめんことを要求するものであります。どうぞ。裁判裁判長閣下は目には目を持って歯には歯を持ってというイギリスにおける慣例に基づいて被告を主断されました。しかしあえてそれに対する我が日本の慣例を引用するまでもなく、不分ながら本職の危機を及ばせる限りにおいては君その人を憎まざるの微風があるやに受けたまっております。いわんや被告菅沼之助は不法なるイギリス人数名が一日本夫人並びに先のノルマントン号事件における有力なる証人たる一シナ人を誘拐せんとする際、これら両名を救助を奪還せんとするの目的をもってやむなく彼らと交渉し、かえってその反撃に遭い自らも傷つき、しかもその日本夫人に至ってはイギリス人の銃眼に恐怖を抜かれ、ついに最近に及んでその生命を失うの結果にさえ立ち至っているのであります。これをもってこれを見まするに、被告淳之助の行動に関してはその情状を誠にやむを得ざる者なり、さらに広がりその日本夫人を死に至らしめた犯人らが不問に付されている現状に見ても、当然被告の行為は正当防衛と見なされるべき性質のものと思考いたす次第であります。よって本職は公明なる裁判長閣下がイギリス帝国の名誉にかかる、ただいまの不当なる判決を取り下され、形に対するに形をもってせず、深くその行為の原因、並びに精神に立ち至る、改めて公平無視、無差別平等の判決を下されることを切望するものであります。本裁判長は、ただいまの論述に対して、甚だその労を多とするものである。しかし、その一見義費を尽くされたるかのごとき言説にもかかわらず、被告が必要以上の人命を殺傷したる事実は、これをもって正当防衛とはみなしがたく、なおかつ被告自身その犯行に関して何ら介護のような気に至っては業務上場酌量の余地なきものと認めざるを得ない。しかもなおさらにここに原として動かしがたい事実が存在する。それはこの交換内は直ちにそれがイギリスの国家である、この交換内を支配する者はすなわちイギリスの習慣、イギリスの道徳、イギリスの法律でなければならんということである。被告に対する死刑の判決はもはや何ら最高の余地なきものと認める。この交換内は直ちにイギリスの国家である、この交換内を支配する者はイギリスの道徳、法律でなければならんと断言されました。しかしたとえ違い貢献は損するにしても、この交換の存在するこの場所は果たしてどこの国家に属すべき土地でありましょうか。申すまでもなく、それは日本帝国の支配下にある国土内の一小部分であり、それは日本の国家に属するものであります。したがってこの交換の屋上にはイギリスの国旗が広がっております。だがしかしそのイギリス国旗の一段上には目に見えざる日照旗が偏本として広がっていると申しても差し支えないのであります。日照旗のひらめくところ、裁判権は領事閣下の手にあると、そこに適用される道徳法律習慣は明らかに日本の道徳である、日本の習慣であり、日本の法律でなければならんのであります。下半ノルマントン号事件の審理にあたり、本庄春のごとき判決を下されたる寛容にして勝ったとなる裁判長閣下に対し、本職は特にイギリス帝国の名誉を重んじて慎重かつ公平なる談話を下されんことを失望する問題であります。では本件に対して機関はいかなる刑を主導と認められ、当然無罪を主張いたします。しかし被告は明らかに必要以上の人命を殺傷して、本職はそれをあくまでも正当合意と認め、断然無罪を主張いたします。なお当審判廷における判官諸行が本職の主張に対して
こぞって不当なりとの意見を表明されるならば、本職もまた、ついて、ここに来るとして、勤勉するのを惜しむのしなに、並びに日本夫人も誘拐せんとした。その寄ってきたところを究明すれば、そこにおのずから事件の解決の鍵が見出されるべき性質のものでもあるにもかかわらず、当審判廷における判官諸行が、いたずらに被告淳之介の断罪にのみ救急として、事件発生の探知たる根本原因の探求をことさらに開始されているかのもとで見えるという。遺憾ながら、本職として一念を抱かざるを得ないのと、しかも日本政府の調査により、彼らは、かねてより当領事館の会員諸行と親交があり、しかも事件発生の当日、右両名は、当領事館内において、しなじん誘拐に関して、何らかの暴議を起こらしたのにあらずやとの気を抱かしめる形跡がある。さらにまた本職は、当日、多数の不定物、本事件発生の根本原因が何にさえまた、最後に重く使いなる作望がどこに置いてなされたか。しかし、想像をもって事実を猛断するは、本職の潔しとせざるところだ。本職はただ一人に、裁判長閣下の公平にして、かつ慎重なる命様のであります。審判廷の判決に対する異議の申し立ては、本日より1週間以内に上海領事に向かってなさるべきものであるが、しかし本裁判長は特に寛容なる紳士的態度を持って被告の事情を察し、その控訴手続きに関する一切の処理を当領事館において取り扱うものとする。これをもって当公判は閉廷する。機関の今後のために一言。今日のこの事件は単なる一庶民の問題として解決されたが、やがてこれが国と国家の問題にまで発展する日が来ないとは限らない。イギリスは海の海も、機関はこの事実をはっきりと肝に銘じ、最後に君に言い残した言葉は単なる威嚇だとばかりも思えない。それに対する君の覚悟はあるかね。今日の私は日本の一司法官としての立場から私としての最善を尽くしたに過ぎない。しかしもし一応国家と国家との間に問題が紛糾すれば、その時こそは一司法官としてではなく一兵卒として戦場に臨むだけの覚悟は持っております、いつになったら日本が本当に世界に融資する日が来るか。